ようございます。あ、おはようございます。ともこさん、こまちさん、おはようございます。すみません、ちょっと今日は、完全に一人で、またいつもの、位置確認よろしいでしょうか。じゃあ今立ちますね。どうですか。お返事どうですか。おはようございます。こんな感じで大丈夫でした。あ、小松さん大丈夫、ありがとうございます。じゃあ今から始めますね。西国分寺駅ご通行中の皆様、おはようございます。こちら日本第一党、昨年生まれたばかりの新しい政党でございます。まだまだ無名ですので、この場をお借りしまして、皆様に党の収支活動、日本第一党という党ができました、こういう形の収支活動をさせていただいております。私が国分寺市在住党員の大木と申します。今から30分ほど、マイクの音少しやかましいですけれども、どうかお許しください。おはようございます。いってらっしゃいませ。今日は雨も、朝明け方は雨がぱらついてて、天気がちょっと、どんよりしてますね。雨対策などお気をつけて、皆様お仕事、通勤通学いってらっしゃいませ。おはようございます。おはようございます。こちら日本第一党、昨年生まれたばかりの、保守政党でございます。まだまだ無名の、弱小政党、この場をお借りいたしまして、党の周知活動をさせていただいております。30分ほどマイクの音やかましいですけれども、どうかお許しください。おはようございます。いってらっしゃいませ。私が、党の党員、国分寺市在住の大木と申します。この場を借りてマイクを取らせていただきます。どうぞよろしくお願いします。おはようございます。いってらっしゃいませ。おはようございます。また今日は、演説、街頭演説をさせていただく前に、先日の、北海道地震、大勢の犠牲者が出ております。非常に痛ましい災害がまた起こってしまいました。この場をお借りいたしまして黙祷を捧げたいと思います。はい、じゃあね、北海道地震、震度が、6強7と言われております。私たちは東日本大震災を経験している方がほとんどだと思います。あの時のものすごい揺れ、記憶に新しいですよね。あの怖さ、記憶に新しいと思います。忘れられません。しかも大きな台風が通り過ぎたちょうどその直後に、あのような大きな地震を北海道が受けてしまいました。そして今現在はかなりのレアケースではあるんですけれども、北海道全域がブラックアウト、全域停電という形になってしまっております。これは発電所を動かすのも
電力なんですね。その最大電力である北海道の中の一番大きな火力発電所が停電してしまい、そこから、ドミノ式といいますか、次々と電気の供給ができなくなり、ブラックアウトという形になってしまっております。電気のない一日を過ごすだけでも、これ想像を絶する苦痛だと思います。ちなみに試しに自分の家で、置き換えてみますと、私は熱帯魚なんかも、たくさん飼っております。だから水槽ですね。それが、まずとりあえず電気が止まることで、エアポンプの、ろ過器の、作動が止まりますね。まあ、1日2日でしたら問題ないと思いますけれども、まあ、それでも、生き物に対しては、苦痛を与えてしまうことになります。それだけではございません。今我々全ての生活、これが電気に依存しております。もう本当に細かいことから、例えば、携帯電話、スマートフォンの充電、これもコンセントから電気をいただいてますよね。電気がない日、これを過ごしている北海道の方々に、ぜひ頑張れ、みんな見てるよと応援を捧げていきたいと思います。さ、その他にもね、気になるニュースたくさんあるんですけれども、私いつもこちらの場所に立たせていただきまして、まず一番最初に道徳的なことからお話しさせていただいているんですね。今日も、冒頭その話からさせていただこうと思います。現在、特にこの東京でものすごい動きになっているのが、喫煙問題ですね。当初は分煙化と言われておりました。ですからきっちりと喫煙と分煙、これを区分けすると言われておりましたけれども、小池都知事が、少しエスカレートしております。店舗、例えば飲食店なども含めまして、屋内全面禁煙、そういう動きになっているんですね。さあ、そして、この喫煙問題、国分寺市に、目を移してみましょう。この国分寺市ですね、こう裏側、僕の立っているこのちょうど裏側ですね、ここに横断幕があるんですけれども、国分寺市駅周辺は、市のまちづくり条例により全面禁煙エリアとなっております。さあ、こちらに、西国分寺駅、そして隣の国分寺駅もそうです。あと西武線、国分寺からの西武線の小井学坊駅もそうですね。この3駅、駅周辺は全面禁煙エリアとなっております。ですからこのロータリー前の広場、ここも当然禁煙、喫煙禁止エリアとなっているんですけれども、残念ながらここに吸い殻が1本、2本、3本と落ちてますね。家で吸った、タバコの吸い殻をたまたま吸い殻入れに入れて、ここに落とした、そんなわけないですよね。これは、ここで明らかに喫煙が行われてたっていう、証拠でございます。ですから、法律違反をしている証拠でございます。非常に恥ずかしい行為。私は喫煙そのものが悪だとは言ってないんですね。普通に自販機でも売られている、コンビニエンスストアでも売られている、普通に成人の方でしたらどなたでも購入いただけるこのタバコ、これをたしなむ愛煙家の方、これはこの立ち位置は私たち法にのっとって法令遵守のもとにより守らなければいけない、そう思うんですね。しかもですね、このタバコ、そのほとんど8割が
すべて、国税、あと地方税、要は税金の塊なんですね。タバコ一箱売り上げがありました。その時点ですでに国の歳入になっているわけです。こういうタバコ、これをこのさっき冒頭言いました、東京都では禁煙傾向に今なっております。加速しております。私思うんですけれども、だったら売らなければいい。コンビニなんかで普通にあの年齢確認ボタンタッチしてください、ピッ、これで買えますよね。こういう環境、この整備を整えないうちに勝手に上の方でどんどん法律として進められてしまっている、これはどうかと思います。野党がよく言うあの暴走、それに近いですよね。タスポっていうカード、これあるのご存知でしょうか。自販機では今あの年齢確認のなかなか困難な自販機でのタバコの販売、これには必ずこのタスポが必要になります。これは身分証明書を、JT に出して、あの写しを出して、それで、申請して送られてくる、まあ20歳以上の ID カードみたいなもんなんですよね。顔写真もちゃんとついております。この制度が今もうほとんど衰退している。なぜか、さっき言ったコンビニ、一番手軽なコンビニで簡単にタバコが買えるこの環境、わざわざ自販機でタスポでタッチして年齢確認して買う、そんな必要が形骸になってきてしまっている。これどう思いますでしょうか。私あのタスポ、あのカードはとても効果的、かつ現在のこの禁煙分煙傾向の整合性を保つには、あのタスポ、あれの、もっとこう PR 広める行動ですね、それが必要だと思うんですね。愛煙家の方にはあのタスポを持ってない方もしかしたらいるかもしれないです。だって、なぜかというとさっき言った、普通にコンビニとかで買えちゃうから。その環境からまず見直すべきなんではないでしょうか。コンビニとかでもタスポのタッチ、タスポのページ、これを義務付けるようにすれば、未成年の方の、タバコの購入、これをほぼ 100% 防げる状況なんですね。このタスポの普及、これは、ちょっと私の考えなんですけれども、これをどんどん進めて、そしてその後に受動喫煙問題、まずそこからもう一度検証してみるべきじゃないでしょうか。この受動喫煙、もう大昔の平山論文というものにのっとって言われている、タバコを吸ってない方、その煙を吸っただけで、どれだけ健康に害が出るかっていう、何十年もかけた検証が行われているんですけれども、そんなアナログなことをしなくても、今現在の科学でしたらもっと正確な受動喫煙の問題、これができると思うんですね。私あのお医者さんに聞いたことあるんですよ。あのタバコは、害になりますよ、あとは受動喫煙、ご家族の方も、吸ったその煙を吸った人は害になりますよ、それって、なんかあの実験結果とか検証結果って出てるんですか、そういうふうに尋ねた時にこの平山論文っていう言葉が出てきたんですね。で、平山論文を調べますと、より、深くえぐって調べますと、賛否両論がまだある、今現在賛否両論になってる論文なんですよ。深
確定要素があまりにも多すぎる。そういった状況で、どんどんこの受動喫煙問題が先走りしてしまっている。そういう状況、環境、どうかと思います。で、また元に戻りまして、この国分寺市、駅前全面禁煙エリアとなっております。これは、条例でありルール、法律ですね。今ある法律はしっかり遵守、守っていく。それは絶対に緩いではいけないと思うんですね。だから、駅前ではもう決められたことだから、ここではタバコを吸うのはやめましょう。であるならば、やはり愛煙家の方、さっき言った、もう納税者ですよ。この愛煙家の方、何も悪いことはしてない。今当たり前に普通に売られているものをたしなむ、方々、彼らにも、エスケープゾーン、これはやっぱ設けてあげないといけないと私は思うんですね。今思って、この西国分寺駅周り見てみますと、喫煙エリア駅前にないですよね。これはね、かわいそう。愛煙家の方、本当にかわいそうだと思います。だからといってこういうところで路上規制してプロレスする、これは絶対許されるべきことではないんですけれども、やはり法律、条例の整合性を保つためには、ここで例えばタバコを捨てる人いたら、あっちに、そこに喫煙エリアコーナーがあるんで、あっちで捨ててくださいね、こう言えるためにも、やはり駅前の、簡易的なもので構わないと思います。分園、しっかり分園する喫煙エリア設けるべきではないでしょうか。西国分寺ってね、僕の知ってる限りでは、喫煙できるのは、北側のあのセブンイレブンの前の、ちょっと灰皿が一つ置いてあるんですけど、あそこなんですよね。通過があってどこで吸ってるんでしょうか。こんなに広い広場があるのにそれがない。あとは、国分寺駅、国分寺駅も駅からちょっと離れたところに一箇所、北口の、市民センターのところに、ごめんなさい、市民課の分室、そこのところに1個ポツンとあるだけ、南口にはないんですね。小学校に至っては市役所まで行かないと、ない。これはあまりにもかわいそうです。ちょっとやりすぎ、全く予算なんかかかんないですよね。喫煙コーナーをただ設けるだけ、そしてそこの管理をするだけ。箱型の、換気扇を完全に、整えた、そういうあの喫煙所を作ると、年間で30万円ぐらいの維持費がかかるらしいです。いや、そういうのを作れって言ってるんではなく、簡易的なもの、まあ、確かにそこから漏れる煙臭いって思う方はいるかもしれませんけれども、それはもうどこも一緒です。そこで、みんなタバコをたしなんでるっていうのが分かれば、そこの近くにタバコの匂いが苦手な方は行きませんよね。それでいいんですよ。みんながもっと仲良く暮らせるような、そんなような顔、条例作りをするべきだと私は思います。さて、私はですね、日本第一党、これの、党員といたしまして、この場を借りて、党の周知活動をさせていただいております。日本第一党、昨年生まれたばかりの保守政党、保守とは、日本の歴史、文化、伝統、これらを後世、我々の子や孫の世代にまできっちりと紡いでいく、バトンタッチしていく、そういった思想、その政党が我々、日本第一党でございます。略称は日本一、英名はジャパンファーストパーティー、ジャパンファースト、日本第一主義ですね。これを掲げております。この、島国日本、狭いですよね、小さな国です。ですが、
ここに住む私たち日本人、2700年以上の歴史を紡いで今ここにいるわけですね。海に隔たれて隔離されて独自の進化を遂げてきた、発展を遂げてきたこの日本人、日本、これを後世にまで残しませんか。今現在与党の政策でグローバル化、多文化共生進んでおります。まあ耳障りはとてもいいですよね、多文化共生ですが、そのヨーロッパが北欧の欧米のそういった実ながりのそういった国々とはちょっと日本って違うんですね。海で隔たれる海というしっかりした壁がある状況で、そこで日本の独自の文化が培われてきましたが、その壁があるにもかかわらず、その壁をなくしてしまおう、こちらの方から、我々の方からなくしてしまおうと、そうしているのが多文化共生、グローバル化になります。まあ家の垣根、わざわざ塀があって垣根があるにもかかわらずそれをぶっ壊す、そういうような考えだと思ってください。それで平和だったら100歩譲って良いかもしれないんですけれども、そんな保証どこにもないんですよ。特に EU 諸国を見てください。今移民を受け入れたことによってどのように国が荒れているか、そういうのを思い起こすと、特にこの日本、さっき言った海に隔たれております、わざわざ迎え入れて何十万人も迎え入れて政策として、そして迎え入れたに、移民の皆様方々、外国人の方々ですね。じゃあそれが失敗だった、ですから日本の文化や、道徳に馴染めなかった、その時にもう一度戻っていただく、それがとんでもなく困難なこと、これは誰が見ても分かるんですよね。今それをしようとしてしまっている。過去にドイツはこの今、日本が行っているのと同じ、労働移民、ですから労働力、生産力が足りないから、外から、マンパワーを借りてなんとかしよう、そういう考えですよね。ドイツは過去にそれをやりました。そして大失敗してますよね。その時にこの日本だと同じ状況、今は本当に同じ状況なんですね。地続きだったら返す、そういうこともまあ割とイージーかもしれない。それもでもできなかったんですけれども、ただこの日本だったらもう絶対できないんですよ。もうそれはその可能性はほぼゼロに近くなる。そうなってはいけない。特に現在来年の10月に、消費税が 2% 上がり 10% になると言われております。言われておりますというか決まっております。これって何のために 2% 上がるか、社会福祉、これが、少子高齢化により圧迫されてるからもう大変だから 2% 上げましょう、そんなことを言ってますよね政府は。まあ、それはもう本当に突っ込みどころ満載なんですが、で置いといてその 2% は上がる、じゃあそれを、社会福祉ですから、福祉のために全て使うと、じゃあ言ってることを信じてそのまま受け取って、そう仮定しましょうか。その状況
そう仮定したとしたら、今ある、保険制度、これに目を向けないといけないんですね。皆様一人一人が国民皆保険ですね。今現在、3ヶ月です。3ヶ月日本に滞在する予定の外国籍の方は最寄りの役所に住民登録が必要になっております。これは義務です。住民登録が必要ということはそれとイコールで国民健康保険の加入が可能になるんですね。今言った、社会福祉、それもうビンゴ、ストライクですよね。国民健康保険の加入、これがたった3ヶ月いるだけで可能になるということは、1500万以上かかる、がんの治療、例えばがんに侵されてしまった、それはかわいそうなことですけれども、がんに侵されてしまった、じゃあ、どうするか。3ヶ月以上滞在する理由をつけて日本に来れば住民登録ができ国民皆保険に加入できる。つまり1500万かかってたがん保険の治療が保険、日本のこの保険によって治療できるようになる。このシステム、これ私ただ想像で言ってるだけではなく、今現在この日本で起こっていることなんですね。ちょっと大きな病院行けば分かります。日本語のアナウンスだけではなく中国語、そして韓国語、もちろん英語もこのアナウンス流れますよね。そして大きな病院だと通訳できる看護師、通訳できる人材、これの雇用がもう今急務になってます。それぐらい大変なことになっちゃってるんですね。この今現在政府が行っている労働移民受け入れ政策、これは全くナンセンス。まずこの保険のシステム、これをしっかり土台作りを直し、そういった偽装留学、偽装就労、それを起こり得ない、起こらない、認めない、そういう環境にして、その後に考えるべきことなんですけれども、その過程が全て削除、省略されてしまって、いきなりもう始めようとしている。そしてその結果、私たち日本国民が消費税 2% 乗せられ徴収される。こんなことはあってはいけないんですよ。先ほど申しました、戻ります。我々日本第一党は日本人、そこで日本で暮らす日本人を第一に考える政党です。こうやっておもてなし、もう繰り返されてきた過度なおもてなし、これが戦後70年以上経った今でもこうして続いてしまっている。国費留学生に関してもそうです。もういい加減に主権を日本人に取り戻す、そう目覚めないといけない状況になってきております。特にこの6月から加速しております。なんとかしないと。これは一人一人みんなが頭に置いておいて、一人一人が、多文化共生って本当にどうなんだろう、本当のところ移民受け入れっていうのはどういう問題なんだろう。グローバル化すごい言われてるけど、
それはどういったことなんだろう。一人一人が疑問符を、頭に疑問符を持ち、真剣に考えてください。議論してください。自分の主張を表に出す、なかなかこれは友人関係の中では厳しいかもしれない。でもこのまま黙ってたら何も変わらないですよ。気持ちは、いや気持ちはあなたの言ってることは分かるんだけれども、やっぱりこう声出すから、声出すのはちょっとってやっぱどうしても思われてる方とっても多いんですよ。なぜか今現在マスコミメディアももう満場一致でこのグローバル化、多文化共生っていうこの耳障りの良い言葉に踊らされてしまっているから、異論を唱えるのが怖い、そう思われてる、その気持ち分かるんですよ。だけど私たち日本第一党、もちろんあの最前線に立ち声をこうやって上げていきます。皆様の声、皆様の心の奥に潜んだ声、これを代弁するように声を上げていきますけれども、この左傾化のスピードが加速して強すぎてちょっともう間に合わないんですよ。ドラゴンボールじゃないですけれども、もう本当にオラに元気を分けてくれ、今そういう状況、この声がもう私だけではないです。日本第一党の党員が各駅頭でこうやって同じようにマイクを持ち、今の日本の現状、それを必死に訴えております。それを聞いて賛同いただける方がたくさん多い、それはもう分かるんですね。分かってるんです。気づいてます、こちらも。でも思いだけでは、気持ちだけでは何も変わらないんですよ。一緒に声を上げる、これがどれだけ強いことか、これを皆様どうか分かってください。私たち、昨年生まれたばかりの保守政党日本第一党と申します。略称は日本一、英名はジャパンファーストパーティー。当初は前回の都知事選挙で114,171票獲得いたしました桜井誠が務めている政党でございます。今現在党員募集しております。まだまだ生まれたばかり、2000名しかおりません。足らないんですね。全然足らないんです。党費は確かに1万円と、ちょっとうち高いんですけどね。ですがどうか日本を守りたい、日本が好きっていう方、少しだけ力を貸してください。せめてこの日本第一党という言葉、党名だけでも覚えていてください。どうかよろしくお願いします。おはようございます。西国分寺駅、ご利用の皆様おはようございます。私は日本第一党、国分寺市党員の大木と申します。この場を借りてマイクを使ってご挨拶させていただきました。今日は、移民問題等を、ここでお話しさせていただきましたが、最後に、私大木新一講演会、私の講演会ですね、これを立ち上げまして、今ある一つの目標、これを必ず成就させるために活動しております。これは青いのぼり、この青いのぼりのキャッチフレーズです。もう昔からこの国分寺に住んでる皆様はご存知かもしれない、ご存知です。ですがごく最近に、国分寺に移り住むようになった方、もしかしたらまだ知らない方いるのかもしれない、そういう大変な問題がこの国分寺市には残っております。戦後から67年、現在から60年以上も前、もう経った今でも
その問題は解決せず、宙ぶらに保留なっております。何か、この国分寺市には警察署が未だにないんですね。国分寺市っていうのは12万人が住む、まあさほど面積は広くないんです。11キロ平米、その中に12万人が住む、自治体です。この自治体の、形、これは先ほども申し上げましたけれども、JR 中央線に2駅ですよ、国分寺駅、この西国分寺駅2駅を抱え、さらに、国分寺市、国分寺駅から始発の西武線が2本出ていて、その、西武線の駅、小井学母駅ですから、3つの駅を抱える、自治体、この狭いエリアに。これ最近なったことではなく、ずっと昔からこうですよ。そしてこの事件名を言うと、もう皆さんほとんどの方が知ってると思います。過去に、歴史的な未解決事件、3億円事件ございましたよね。あれって府中と国分寺が舞台になった、要は国分寺で起こった事件なんです。これ皆さん、もしかしたら若い方、ご存知なかったかもしれない。あれ国分寺で繰り広げられた歴史的事件だったんですね。そしてその3億円事件が起きた時も、信じられないことに警察署なかったんです。もう60年前とは打って変わって、この国分寺はベッドタウンとして十分発展いたしました。そして現在はそこからまた一歩進んで、遊べる街、楽しめる街。